市民ラジオ、市民ラジオ、略称、CB は、個人が、比較的簡素に使用できる、短距離通信用無線。多くの国が 27MHz 帯で運用している。日本では26.9から 27.2MHz までの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が 0.5W 以下である、無線局のうち、優勢省令、幻想無省令で定めるもので、 技術基準適合証明を受けた無線設備を使用する選挙区で市民ラジオの無線局電波法施行規則第6条第3項という英語での略称 CB や市民バンドとも呼ばれるもともとはアメリカ合衆国で1960年代に登場しアメリカにおいては5から10ワットの出力が許されている1980年代には 大型トラックの運転手を中心にブームとなった。現在でもアメリカでは大型トラックの運転手が広く使用しており、地域によってはドライバーたちからの緊急通報に備えて警察や保安官が防除体制をとり直接通報するチャンネルが指定されている地域もある。地方のハイウェイになると沿道には公衆電話さえないアメリカならではの用法である。オーストラリアで 市民ラジオが許可されるまで 27MHz 帯はハンドフォンに割り当てられていた。1970年代半ばまでに愛好家がアメリカで販売されている CB 用無線機を持ち込みアンダーラウンドで使用していたが当時はまだアマチュア無線に割り当てられた周波数帯であった。CB クラブもいくつかでき、コールサインを交付し QSL カードも発行するなどし、 CB の合法化へ働きかけていた。1977年に CB は18チャンネルで合法化され、1980年にはアメリカ方式の40チャンネルが採用された。合法化当初から政府は免許制による有料の CB を導入しようとしていたが、数年後には断念することとなった。1970から80年代初頭の交流の後、 オーストラリアにおける 27MHz 帯の CB 無線の利用は大きく落ち込んだ。その理由として FM やリピーターなどを利用する 477MHz 帯 UHF の CB 無線が導入されたとや UHF 帯の安価でコンパクトなトランシーバーの普及などが挙げられる。また、携帯電話やインターネットでのチャットなど新しい技術の普及で通信手段の多様化が 大きな理由として考えれている。1970年代にソニー、松下電気産業、原パナソニック、新日本電機、ノブカズ通信機などから発売された。携帯型で容積が1リットル程度の、当時としては比較的小型の無線機であった。道路などの工事現場、イベントやロケ現場、ゴルフ場などでの業務連絡用に利用されるほか、 趣味として購入し使用する人がいた。主に社会人、主婦もいた。この時代は、趣味利用者も多く、愛好者同士の更新も行われ、移動運用や、QSL カードの交換も行われていた。運用に際し無線従事者免許は不要で、開設許可のみ受ければよい。無線機を入手後、電波管理局、当時に無線局の開局申請をし、無線局免許上の交付。 呼び出し符号コールサインの発給を受けた後に運用が可能となる。しかし、昭和57年6月1日法律第59号による電波法の改正、1983年、昭和58年4月30日施行により、市民ラジオの無線局免許の制度は廃止され、それ以降は、無線従事者資格も無線局免許も不要な無線となっているが、 形式検定合格機器を使用するには、昭和58年1月1日の時点で免許を受けている必要があり、同改正法不足、第2条、第史上第1の改正規定の施行の際限に、免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法、以下、新法という、第史上第1項、第2号の優勢省令で定める、無線局に該当するものの無線設備は、 大市場第一項の改正規定の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受けたものとみなす。それを証明する手段は無線局免許上のみとなっている。使用する周波数は 26.968MHz、26.976MHz、27.040MHz、27.080MHz、 27.088MHz、27.112MHz、27.120MHz、27.144MHz 27. の8つ。電波形式は AM、当時の表記で A3 のみ。おおむね 8kHz 間隔であるが、等間隔でないのは、途中の周波数が、巨業無線、玩具のトランシーバーラジコンなど他の業務に割り当てられていたため、 無線設備規則の一部改正により、旧技術基準適合証明を受けた市民ラジオの無線局は2022年平成34年11月30日が使用期限となった。新しい技術基準適合証明を受けた無線機があればこれ以後も市民ラジオを使用できる。個人で技術基準適合証明を受けることも可能だが2005年、 平成17年4月1日現在の手数料は1台のみの倍3万6千円である。現在、業務連絡用としてはほとんどを特定、省電力無線に移行している。業務用無線としてはほとんど淘汰されたが、趣味利用者が再び増加している。ここ数年の間に前世紀ほどの増加ではないが、2000年以前に比べ明らかに局数は増加している。 開局者のほとんどは復活組と呼ばれる以前運用していた中高年者だが、若年者の新規開局も多数見受けられる。なお、コールサインの発給は終了しているため、開局者はおのの好きなコールサインを述べることができる。その場合、かつての発給時代のコールサインをもとに制作することが多い。大手電気各社はすでに製造から撤退しているが、 静岡県浜松市の計測機製造会社、サイエンテックスが2016年以降、同じく静岡県浜松市のポラリスプレシジョン合同会社が2017年7月より、カガタ等の複数機種を受注生産している。1974年頃、アメリカ連邦通信委員会が CB 無線の規格を改定し、23チャンネルから40チャンネルに拡張。 当時、日本で製造されていた、アメリカ向けの旧規格の無線機が、販売先を失い、日本国内に流通するようになる。それらの無線機は、日本の法律では合法的に使用することはできない。現在では電波を出せる状態で所持しているだけで、違法という説があるが、合法 CB と同じ周波数で使用できるように、改造し、趣味として使うものが現れた。なお、当初は、 正規の業務局に迷惑にならないよう配慮しながら運用していたと言われるが、基準に適合した無線機で免許を取得しなければ違法であることに違いはない。また、アマチュア無線化の中には無線機を改造し、周波数帯の近い 28MHz 帯で合法的に運用する人もいた。やがて、輸出用の無線機は安価で流通し始め、電源も車載に適合していたことなどから、 主にトラックダンプカーなどの職業運転手の間に急速に広がり、仲間同士や業務用の通信として利用されるようになる。さらに通信距離を伸ばすため送信出力を増幅する増幅機を接続するものも現れ、1ットを超える送信電力の適発例もあり、いわゆる不法トラック無線の始まりともなった。アンテナも各種市販され、 現在アマチュア無線用のアンテナを手掛けているアンテナメーカーも参入していた。中にはごく近年まで26から2 9ヘルツ用と称し、アマチュア局用の2 8ヘルツ対応を予想いながら2 7ヘルツでも使えるアンテナを販売していたメーカーもあった。これらの製品は移動するアマチュア局で認められる上限の 50W をはるかに超える出力対応しており、 いかにも不自然な製品であった。ピーク期には不法 CB 専門の販売店まで登場し、一部の雑誌には広告が掲載されていた時期もあり、ある手グラ産業化していた。現在、下火となり不要になった不法 CB 無線機器の一部がインターネットオークションに出品されており、当時の技術を知ることができる。製造された時期により構成が異なるが、 比較的古いものは 12.5V 仕様のトランジスタを使ったり、テレビ用の真空管を1から8本程度使用して、出力は50から 1000W 程度である。テレビのトランジスタ介護は、アメリカ製の防熱管、通称セラミックを使ったものもあった。28V で動作するトランジスタが開発されてからは、これを2から20個程度使用して、出力は400から 2000W。 交渉5ットのものもある。電源は2 8トで 100A 以上にもなるため、これに対応するために、車の電装も強化する必要があった。2 7ヘルツの電波特性上、平時の電波電波上強化では、高出力でもさほど長距離の更新はできない。スポラディックイーソーなど異常電波が発生すれば、遠距離通信ができる場合もあるが、 使用電波形式特有の渾身が発生する。また自動車に搭載するために、使用できるアンテナの大きさにはおのずと限界があり、道路運送車両法に基づく、最大前後は3.8メートル、延長コイルを使用した効率が低く、打ち上げ角が高い、水平方向への副車効率が低い、すなわち遠方への電波が弱い。曲数が多かった時期は、 多くの壺根が可変調により非常に帯域の広がった電波を出していたため、独特なノイズが高いレベルで発生し、さらに通信距離を縮めていた。それで、さらに出力を上げるという悪循環に陥っていた。それでも、大半の不法 CB 無線運用者は、CB はアマチュア無線よりよく飛ぶ、27MHz は最も長距離に飛ぶ、周波数と信じていた。 一部の運転手はアマチュア無線の資格を取得して、正規なアマチュア無線局を開設した CBE 上がりとも呼ばれたが、大多数は無免許のまま無線機を、大型トラック、ほとんどが参拝や砂利、土砂どころのダンプトラック化石災や不法、陶器取り締まりの情報交換、または単に仲間との会話を楽しむために搭載し、1980年代に、 不法トラック無線はピークに達したと言われる。正規の呼び出し符号を持たない彼らは、自らニックネームを作り更新中に名乗っていた。中には自宅にアンテナを設置し固定局として、運用する者や、団体、クラブと呼ぶを結成して期的に会合を開き、構成員の親睦を図る者もいた。クラブは特定の周波数、チャンネルを占有することも多く、チャンネル争いで、 他のクラブと抗争事件を起こしたチャンネル使用料と消費金銭などを請求したりするもの、暴力団などの反社会的勢力の資金源ともなっていた。前衛会を参照もいた。また、こうしたバンド内のノイズによる通信環境の悪化やチャンネル争いといったトラブルを逃れる目的で一部のクラブが山梨県のメーカーと NASA パーソナル無線と称した 37MHz 帯の A 無線機を開発し使用していた。これは不法 CB 無線と同様に電波法に違反する。なお法に適合した 900MHz の FM を使用するパーソナル無線とは関係ない。高出力の不法無線の影響は周辺のテレビラジオなどに受信障害を与え、オーディオなどのスピーカーへ会話の音声や雑音を 混入させることも多い。自動ドアが誤作動したり、保管中の石油ストーブが誤動作して着火し火災に、至ったり、保管中のラジコン模型が誤動作して、発熱、故障する、パソコンが誤動作するなどのケースも報告されている。このような問題は、不法 CBM 線機器が国内に出回り始めた1970年代から、すでに発生していたが、証拠がつかみにくく、 行政の取り締まり姿勢も電波障害が業務無線に及ばない限りは消極的であっため事実上放置されるに等しい状態だった。1990年代以降は自動車電話、携帯電話の普及や取り締まり活動の強化などにより減少した。ピーク時よりも減少したとはいえ近年でも不法トラック無線が出没しており依然として問題になっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。